あー、いいですね、冷たい眺めがいいですね。はい、というわけで今日は岡山県真庭市の蒜山に来ております。この目の前にあるのが蒜山高原センターですね。で、この後ろです。今日の場所がこちらですね。フライドチキン専門店ということで、今日はねちょっとこちらの方にねお邪魔しようかなと思います。最近できたお店ということで、じゃ早速ね行ってみましょう。良い景色、いい景色、2階テラス席、イートインスペース。はい、じゃあちょっと、まあ、外でも食べることできるんですね。じゃあちょっとお邪魔します。はい、失礼します。バイクのプレート、そういうのが貼ってある中で、この上にメニューがあります。まあ、ドリンク、チキン、セットメニュー、チキンバーガー、普通にチキンあるわけなんですけども、この横にちょっと気になるジャージー牛のふわふわかき氷500円、まあ、この暑い時期にはすごい良さそうな。今日もね、もう20度超えて、もう27度ぐらいの気温ですからね、ちょうどかき氷もこれからの時期食べたくなるのかなというような感じでございます。ちょっと初めてなので僕もあまりよくわからないんですけども、はい、まあ、おすすめを今日ちょっと出していただきたいなと思うんですけども、はいはい、まあ、どんなものがおすすめというか、基本的には骨付きのフライドチキンが、まあ、専門なんで、はい、それを一応おすすめになってます。で、その他にチキンのバーガーですね、はいはいはい、バーガーもあります。で、ちょっと味変じゃないですけど、それでヤンニョムチキンとかもできます。はい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 。で、今の時期が骨付きがちょっと苦手な方は骨なしの串チキンっていうのをご用意しています。はい、このかき氷、そうですね、これがかき氷のマシンなんですか。そうです。この特徴、なんか他と違った特徴みたいな、氷自体をちょっと牛乳で作ってます。へえ。牛乳でできたかき氷なんで、もうかなりちょっと口当たりがいい。大きいですね。あ、大きいです、大きいです。なんか今日田舎おじさんの時に なるほど、すごいですね。あー、いいですね、冷たい眺めがいいですね。あー、でここで、まあ、なんかインスタ映えみたいな感じでね。そうそうThank you.
チキンとか、まあ、ハンバーガーとかはね絶対手が汚れちゃって抵抗がある方多いと思うんですよ、旅先でね。そういう方のためになんとこの手袋が存在しております。もうこれ手をね気にすることなくこの手袋を使ってもうこのチキンとハンバーガーをむしゃぶりつけるという感じでございます。チキンとバーガーがついたセットとでチキンだけのセットがございます。で今回、ご紹介するのはこの下のセットですね。スペシャルセット1500円です。まあ、その違いっていうのもこのチキンの本数だったりチキンいらないってなるとこの一番上の価格になります。でバーガーいらないってなるとまたこっちの方になります。まあ、詳しくは店員さんに聞いてみてください。じゃあ早速いただきます。バーガーはこっちの方がオーソドックスです。こっちはちょっとヤンニョムヤンニョム。ああ、なるほどなるほど、はい、どれから食べようってなりますか。とりあえず最初シンプルな方から行こうかなと思う。こっちがオーソドックスプレートになります。ですよね。こっちがちょっと感じで。じゃあちょっといただきます。何から行った方がいいですかね。いやもうお好きなようにガブガブについてもう本当自由に。ああじゃあこのチキンから ね、 ね、あ結構重量を感じます。それだけ肉が詰まってるという感じなんですかね。じゃあちょっとポンジぐらいからガブっていただきます。んあすごい柔らかいですね。でこのオーブンで揚げることによって無駄な油が落とされてさらにこのなんていうんですかねこのジューシーな肉汁がこの中に詰まってるというね感じでございます。これ中にまたチキンが入ってますよね。チキン入ってます。そっちのチキンは大体です。あ、なるほど。はい、いただきます。すごいボリュームです。あめちゃめちゃ美味しいです。これマヨネーズとオーロラソース。あ、またこれも違う、なんかいろいろブレンドして。そうこっちソース作って。それにマスタードと、はい、なんかすごいボリュームがあってもう普通のハンバーガーなんとは違うなんか手の込んだ感じがすごいしますね。そうですね。どっちかというと値段はね若干まあそのチェーン店よりはちょっと高めなんですけど、まあそれ分ぐらいのその価値はあるぐらいの品物の原価を書いてますんで。でもこれ先ほどのね2階のテラスで食べたら最強ですね。はい、でもやっぱりねこうやってあんまり見せたくはないですけどもこの手袋をしなかったらね、でもこの手袋があるから気にせずがっつりいけるということでね、おすすめです。ヤンニョムチキンですね。はい、じゃあヤンニョムチキンを、いただきます。先ほどのものを食べたチキンとほぼ一緒ですよね。ただチキンオリジナルのチキンにヤンニョムソースがすごいまとわってるというあれですよね、韓国で流行ってるチキンですよね。ちょっと流行りに乗ってみます。ちょっとピリ辛で、はい、ピリ辛で、はい、じゃあちょっとチキンからいきましょう。これ手袋あってよかったと思えるような本当にたっぷりとソースがいただきます。
うん、ピリ辛ですね。ピリ辛、うん、これ特になんかすごい女性が好きそうな。そうですね、うん、まあ、自分はもうお酒のつまみですね、うん、お酒を食べるんですけど。確かにお酒のつまみでもないですし、はい、家持って帰ってもレンジ通してもらっても全然もうあの焼いて作ったんで、うん、すごい辛いもんで、さっきの食べたチキンと全く違うような感じですね、はい、うん、このやっぱしっかりした味、なんか何ですかね、ご飯と一緒に食べたくなるような感じでもあったり、お酒と一緒に食べたいという感じでもあったりします。はい、ちょっといただきます。うん、これも面白いですね。うん、だいぶあの同じ材料を作ろうと思うんですけどね、ちょっと表情が全然変わってきますね、はい、なんていうんですかね、なかなかない味じゃないですけど、なんか本当に韓国とかそういうところにありそうだなっていう、うん、ピリ辛でなんか、うん、ヤングバーガーはあんまり聞いたことないないですよね、うん、なんかあったとしても限定でありそうなようなイメージですよね、うん、なんか韓国フェアみたいな感じで、まあ、本当にそんな感じで、あのなんかレアな感じのするような、でこの大山鶏のこの肉もしっかり厚みがあって、まあ、鶏肉というか肉を食べてる感がすごいします。とっても美味しいです。まあ、蒜山といえばね、自然に恵まれてますんで、もうしっかり歩いてね、汗流して、でここでランチ的な感じでね、動いた分やっぱりがっつり栄養を取るってのが、ね、いいですよね。補給してもらって、はい、はい、続いてはこれが、あの 骨付きがちょっと苦手な方もいらっしゃるんで、一応あの骨なし その串で食べれるような、あのもうあのフライドチキンなんですけども、唐揚げに近いような感じの。1本いくらですか？1本300円です。300円、はいはい、これも一応国産の若鶏の。なるほど、はい、これも結構重量がありますね。ちょっといただきます。うん、うん、あ、すごいサクサクしてますね。うん、これもあれですか、はい、あの先ほどの骨付きのチキンと工程は一緒なんですか？ほぼほぼ一緒です。ただそれはあの焼きはしないんですけど、もうあの油でフライパン。うーん、こっちの方が多分あのなんていうか、ジューシーなというか。うーん、確かに。うーん、でこちら何が違うかというと、この氷が牛乳でっていうことですよね。あ、もう柔らかさが違う。違いますね。結構多少粘りじゃないですけど感じるようなね、なんか優しい感じがしますね。なんかこの見た感じ、ちょっといただきます。うん、あ、もうなんか氷の中にもすでに練乳が入ってるような、バニラアイスとあのかき氷の中間地点ですね。これは面白いですね。あれですか、あの定休日はもう、定休日は一応あの金曜日にしたんですけど、ちょっと今月はちょっと変則というか、あの連休の関係があるので、はい、でゴールデンウィークはずっと開けてます。まあ、詳しくはインスタグラムで
っていうことですか、ね、そうですね、はい、分かりました、はい、じゃあまた行きますんで、はい、皆さんもぜひ行ってみてくださいまあ、おそらくね、ヤンニョムチキン僕的にはおすすめですね。でハンバーガー、まあ、ヤンニョム関係が一番熱いというか、う、ね、まあなんか狙っていくんだったら、まあ、食べ比べもいいかなって思ってですよね。はい、OK、でありがとうございました、はい、失礼します。今年の抱負は、今年の抱負は